こんにちは、ベルネスキッチンの関口彩子です。今回は玄米の炊き方をお届けいたします。玄米や発芽米は食べてみたいけれども、あのボソボソ感がなんか苦手とか、消化に良くないから断念したという方に、最高に美味しいもちもち食感の、私が何十年も手探りでたどり着いた炊き方をお伝えいたします。さらに玄米よりも栄養価が高く、炊飯が簡単な発芽玄米について、ダイエットや美容に関心がある方に、私が普段食べているオリジナルブレンドご飯もご紹介します。酵素玄米や寝かせ玄米にご興味がある方も必見です。ぜひ最後までご覧になってください。ベルネスキッチンでは、食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。今回はリクエストが多かった玄米の炊き方について詳しく解説していきます。私が最初に玄米食と出会ったのは随分昔のことなんですけれども、マクロビオティックの提唱者である桜沢幸和先生の教えを学びたいと思ったのがきっかけなんですね。栄養的なことや様々な疑問についてはこちらの動画の方で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧になってください。この動画では4つの項目に分けてお伝えします。ぜひチャプターもご活用ください。1番目、初心者におすすめの発芽玄米について、こちらは炊飯器を使って炊いてみます。で、2番目、酵素玄米、寝かせ玄米とは。3番目、玄米の美味しい炊き方、これは圧力鍋を使います。で、4番目、オリジナルブレンド玄米の炊き方、これは私がいつも食べている玄米になります。圧力鍋を使って炊いていきます。まず初心者におすすめの発芽玄米についてご説明いたします。発芽玄米とは、玄米を発芽させたお米なんですね。栄養が増えたり、硬いぬかが柔らかくなって消化吸収しやすくなるので、普通の白米と同じようにね、炊くことができるんですよ。で、発芽玄米で顕著に増加するのがギャバという成分なんですね。ギャバはストレスを軽減し、精神を安定させたり、血圧やコレステロールを下げたり、アトピーやアレルギーに効果的だと言われています。発芽玄米の炊き方です。発芽玄米はもう白米と同じ炊き方と考えていただいて大丈夫です。ほとんどの商品が研ぐ必要がないんですね。白米とね、ブレンドすることができるんですよ。で、今回は発芽玄米 100% で炊いてみたいと思いますので、炊飯器でね、無洗米を炊くような容量ですね。普通にカップで測っていただいて、で、目盛りに合わせて白米と同じ水分量を入れて炊飯するという感じです。玄米の欠点を全部補って、さらに栄養価も高くしたようなものなので、発芽玄米というのは非常に素晴らしい食べ物ではあるんですよね。自分で発芽をさせることもできますけれども、手間もかかりますし、あと雑菌が繁殖するリスクなんかもありますのでね、こういうものを上手に活用していただくといいのかなと思います。はい。で、お水加減は2合分なので、目盛りの2合に合わせて加えていきます。お水を入れましたら、無洗米と同じような感じなので、20分ぐらい浸水させて、それから炊飯した方がいいと思います。発芽玄米ご飯が炊き上がりました。はい、しっかりと中にちっちゃい穴がプツプツっと入ってますね。で、全体を混ぜます。もう白米と全く同じような感じですね。まあ、もっちりという食感まではね、ちょっと炊飯器だとなかなか難しいのかなという感じです。なので、まあ、柔らかさは水加減でね、調節をするという感じですね。発芽玄米を炊くのが面倒とか、市販の健康的なご飯を探しているという方におすすめなのがこちらの商品です。これ私がね、いつもストックしているものなんですけれども、長期保存できるストックご飯があるとちょっと安心じゃないですか。で、この商品は発芽玄米の底力といって、で、普通のね、発芽玄米よりもさらに栄養価が高いんですよ。玄米とか発芽米特有の匂いも抑えたスーパーご飯で、5アラというね、アミノ酸を使って特殊製法でね、作られているんですよ。で、機能性成分であるギャバがね、玄米の16倍も含まれていて、血圧が高い方やコレステロールが気になる方におすすめのご飯なんです。これはね、ギャバの機能性成分としてね、知られている効果なんですけれども、商品の詳しい情報については、概要欄にリンクを貼っておきますのでね、ご興味のある方、ぜひご覧になってみてください。
酵素玄米、寝かせ玄米について、酵素とか名前がついているので発酵食品のようなイメージがあるかと思いますが、お米を炊飯した時点で酵素は完全に失活していますので、酵素玄米、寝かせ玄米というのはほぼ同じものと考えていただいて結構ですが、小豆を加えて炊いたりするので少し色がついているご飯なんですね。炊飯器の保温機能を使って3日間要はずっと保温し続けるわけですよね。長時間加熱をしていく中でご飯がより柔らかくなって食べやすくなるというのが大きな特徴じゃないかなと思います。3日間保温し続けることで栄養が増えるということは実際はなくて、柔らかくなる分消化吸収が良くなって栄養が取りやすくなるよと考えるのが妥当ではないかなと思います。電気代もかかりますし、まあ、雑菌が繁殖するリスクもできますのでね。それより最初から目的に合わせた穀物をブレンドして、でしっかりと柔らかく最初から美味しく炊き上げてしまった方が、ご飯の鮮度としては絶対炊きたての方が美味しいわけなのでね、あんまりおすすめしておりません。まあ、唯一の違いとしては、だんだん時間が経つと色が濃くなってきます。まあ、糖とタンパク質が結合するメイラード反応によって生まれるメラノイジンによるものではないかとも言われています。酵素という言葉はあくまでイメージなので、そこは全く期待できない部分かなと思います。玄米の美味しい炊き方についてご紹介します。まず玄米は基本的に特別な洗米をするようにしているんですね。で、それは玄米を柔らかくする効果と美味しさを追求するためでもあります。玄米というのはぬかのところにね、脂質が結構含まれているんですよね。油脂を囲ったまんま炊いてしまうと柔らかくならないっていうようなことが起きますので、まずしっかりと洗ってあげること。この商品ね、お野菜洗う時なんかも何度かご紹介しているんですけれども、玄米を洗う時もおすすめで、ホタテの貝殻を高温で焼いたものなんですよね。硝性カルシウム でこれすごいね、強いアルカリ性があるものなんですね。それによってね、農薬を落としてくれたりとか、あと玄米のぬか層にある油分ですね、油分なんかもきれいに洗い落とせることができるんですね。玄米を美味しく炊くのに欠かせないのが圧力鍋です。炊飯器でも玄米モードってありますけれども、やっぱりね、このもっちもち感を出すには圧力鍋じゃないとなかなか難しいのかなと思っています。美味しく玄米生活を続けていきたいという方はね、思い切って買っていただくことをお勧めいたします。で、結構ね、煮物とか煮込み料理とかもね、いろいろ使えますので、一つあるとね、便利です。玄米10合です。私はいつも10合炊いているんですね。ラップをして急速冷凍してしまうんですね。で、洗うときは浄水を使います。で、こちらホタテの贈り物です。で、一回止めます。で、よくね、これで洗ってみてください。すごくね、汚れ落ちますよ。まあ、汚れというか、このぬかに含まれる脂質ですね、まあ、そういうぬか層の匂いとか汚れやカビ、そして残留農薬なんかもね、全部きれいに洗い落とすことができるんですね。で、ちょっとね、強アルカリなので皮膚が弱い方はね、ゴム手袋とかしていただいた方がいいかもしれないですね。さっと水洗いすればいいっていう風にね、よく言われていますけれども、この洗米がしっかりしていると、とってもクリアでね、ぬか臭さのない美味しいご飯になるので、ぜひここはね、このしっかりと洗っていただきたいと思います。このね、硝性カルシウム使っていただくとね、本当にきれいになります。はい、まずこのお水の色見てくださいね。ちょっとね、あの普通のお水で洗うのと違って、だいぶ黄色っぽい色が出てますよね。で、これを流します。これ普通のお水での洗米だとこんな色にならないんじゃないかなと思います。お水がきれいになるまでしっかりと洗い流していきます。この硝性カルシウムは全くね、体には無害なので、いつも使ってるんですけれども、これは本当におすすめですね。しっかりとお水を切ってから水分量を調節していきます。綺麗になりました。で、ここから炊飯の仕方なんですけれども、長年かけてたどり着いた細火加圧炊き玄米という炊き方をご紹介します。で、水分量なんですけれども、細火炊きなので水分量が減らないんですよね。お米に対してどのぐらいの水分量のご飯を炊きたいかということをね、考えていただくといいと思うんですね。お米によっても新米だったら同量でいいとかありますよね。なのでね、ちょっとそこはもうお好みなんですけれども、この玄米に対して同量から1割増しぐらいの間です。なので、これはね、あのどんな玄米かということもありますので、ちょっと試しながら水分調節はしていただきたいと思います。
今回は白米と同様で1割増しぐらいの水分量で炊いてみたいと思います。圧力鍋で炊くというところでの水分をプラスするという必要はありません。また通常と違う点なんですけれども、この炊き方の時にはお塩入れなくても大丈夫です。もちろん入れていただいても結構ですけれども、ご飯を炊くという意味でお塩は必要ありません。で、浸水時間が必要と言われますよね。アブシジンさんの心配なんかもあって一晩漬けておくとか言いますけれども、加熱調理によって失われてしまいますので心配ありません。細火でゆっくりと温めていきますので、ちょっとスピードアップして浸水させているような効果があるんですね。で、通常であったらコンロ、これが普通ですよね。ごく弱火で炊いていきたいので、もう迷わず一番小さいコンロに置きます。これが中火です。ゆっくり温まって、で徐々にお鍋の中に圧が生まれます。圧力鍋のロックがしっかりかかって、この圧力のピンがですね、上まで上ってきたぐらいのところになったら、そしたらごく弱火にしていくんですね。シュー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 ね、あまり蒸気が上がりませんので、そのピンがしっかりと上がったかどうかの、で蒸気がゆっくり漏れてる様子が見えてきてるかどうか、そこを確認していきます。火をつけてから約30分から35分ぐらいの間かけて、圧力がね、かかってるサインが見えてきました。で、最初はね、これが下に下がっていて、ロックがかかった状態で、お鍋がうんともすんとも言わない状態から、だん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 圧がこう全体にね、かかってくると、このピンが上に上がってくるんですね。で、この状態になると圧がかかっているっていう目安になるんですよ。で、ここからですね、加圧時間を計測していきます。一番弱火ですね。そして10分タイマーをかけます。まあわずかですけれどもね、ちょっとシューという小さな音とブクブク炊けていくような音がしますよね。ちょうど10分経ちましたので火を止めます。圧をキープするだけのための本当に細火でずっと10分間加熱をしたんですね。で、とりあえずピンがちゃんとね、圧がかかってる状態を示しています。で、このまま火を止めて、あとはこのピンが完全に落ちてロックが解除されるまで放置です。で、この間にもっちりふっくらと仕上がります。圧が下がりました。そしてロックも解除されましたので開けていきます。小さなプツプツがいっぱい開いてるの見えますか？上手に炊けているポイントです。ちょっと下の方が少しね、やっぱり柔らかめだったりするので、全体を混ぜていきます。ご飯がもちもちになっている様子伝わりますかね？全然ボソボソっとした感じないですよね。こんな感じでね、炊いていただくと本当に玄米が美味しく食べられます。最後に私が食べているオリジナルブレンド玄米ご飯をご紹介します。3割雑穀を混ぜるということで、その雑穀も発酵性の食物繊維をたっぷり含んでいるものをメインに使っていくという、7が玄米に対して3割が全粒穀物を混ぜていくんですけれども、発酵性の食物繊維といえば大麦がメインになります。で、もち麦でもいいし、若干サラッとした麦ご飯風に仕上がる、この違いがあります。抗酸化物質のアントシアニンというポリフェノールが豊富な黒米ですね。こちらもブレンドしていきます。で、こちらが7合入ってますね。もち麦が 2.5 合、そして 0.5 合を黒米にしたいと思います。玄米が7、そして綺麗に洗米してあります。全部で10合なので14合分のお水を入れていきます。お水が入りました。で、ちょっとこちら全体をかき混ぜます。あとは先ほどと同じように細火加圧炊きで炊いていきます。こちらもふっくらと炊き上がりました。こちらはですね、もち麦がたっぷり入っているので、また玄米だけのご飯とはちょっと違ってプルンとしたもっちりさがありますね。どちらのご飯もいずれにしてももうボソボソ感なんて全くありません。もう本当にね、もっちりふっくらしっとり。今回4種類のご飯をご紹介しました。まずこちらが発芽玄米を炊飯器で炊いたものになります。そしてこちらは発芽玄米の底力といって、血圧とか中性脂肪、コレステロールを減らすご飯なんですね。そしてこちらがもっちりとした玄米ご飯です。そしてこちらは同じ炊き方で、もち麦をたっぷり入れたご飯。この4種類をね、ちょっと食べ比べてみようかなと思います。では、はじめに炊飯器で炊いた発芽玄米をいただいてみます。
もっちりとした感じはないですね。ちょっと冷やご飯を温めたような感じの食感と言ったらいいのかな。よく噛んだりして食べるとまたそれはそれでとっても体に良さそうです。で続いて発芽玄米の底力というね、ちょっとこちらもいただいてみます。食べ比べるとね、よくわかります味の違いが。やっぱりね、発芽玄米を普通に炊いたものに比べて雑穀臭さがないというのかな、特有の匂いがないですね。でとってもね、クリアな味わいなので何も癖がない感じです。はい、そしてこちらが細火加圧炊き玄米になります。もち米を混ぜてるんじゃないですかっていうぐらいもちもちですね。玄米のイメージ本当に変えると思います。ぜひこの炊き方で作ってみてください。そして最後に私のオリジナルブレンドです。発酵性の食物繊維、もち麦がたっぷり入ったご飯になります。もち麦は多いのでね、粒々感もあって、でやっぱりもっちりとした炊き上がりなので、本当にお好みに合わせてね、炊き分けていただきたいと思います。柔らかめが好き、固めが好き、そこはもう水分量で調節してみてください。今回は玄米や発芽米を食べてみたいという方に詳しくいろいろな炊き方についてご紹介してまいりました。ホールフードってやっぱり大切なんですよね。ぜひ玄米や発芽米の良さを美味しい食べ方で楽しんでいただきたいと思います。ぜひもちもち玄米の炊き方試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。